なあ、君に会いたかったんだ。私はアンドレア、チームの研究開発の責任者だ。シーズン中は私からの情報をちゃんと聞く習慣をつけてくれよ。煩わしいと感じた時には言ってくれて構わないからね。これは君の席だからリラックスしてくれ。ようこそチームへ。こちらジェフだ。採用してくれて感謝するよ。有能な人材がたくさんいるこのチームで何ができるか楽しみだ。今日からコンストラクターズチャンピオンシップ獲得に向けて頑張っていこう。マシンの準備はもうできているぞ。Thank you.
よし、 MFD の温度パネルを見てタイヤ温度にも注意を払うんだ。タイヤは内部と表面の温度が共に適正範囲にあるときに最高の性能を発揮する。表面の方が温度上昇が早いから何ラップかしてみて温度を安定させるコツをつかんでくれ。
秒は4ラップ分くらいだ。ではここでトップ3をおさらいしましょう。こちらです。ボッタス、ハミルトン、シャルル・ルクレール。見応えのあるフリー走行でした。明日以降の展開はさらに面白いものになるでしょう。